ませんかい会話例 1, 1あのレストランのランチおいしいそうですよ。じゃあ一緒に食べに行きませんかいいですね行きたいです。会話例2あのレストランのランチおいしいそうですよ。へえぜひ一度食べに行きたいですね。じゃあ、 今度一緒に行きませんかいいですね。ませんかたいです。会話例 1, 1あのレストランのランチ、美味しいそうですよ。じゃあ、一緒に食べに行きませんかいいですね。行きたいです。会話例2 あのレストランのランチおいしいそうですよ。へえ、ぜひ一度食べに行きたいですね。じゃあ、今度一緒に行きませんかいいですね。らしいです。のに。会話例。 ロペスさん、元気がないですね。この前のテスト、悪かったらしいですよ。え、あんなに勉強してたのに。らしいです。のに。会話例ロペスさん、元気がないですね。この前のテスト、 悪かったらしいですよ。えあんなに勉強してたのに。かもしれません。方がいいでしょうか。会話例1。一。急に。暗くなってきましたね。ええー。 雨が降るかもしれませんね。傘を持って行った方がいいでしょうか。会話例二。急に暗くなってきましたね。ええ。傘を持って行った方がいいでしょうか。その方がいいかもしれませんね。かもしれません。 方がいいでしょうか？会話例1。急に暗くなってきましたね。ええー、雨が降るかもしれませんね。傘を持って行った方がいいでしょうか？会話例2。急に暗くなってきましたね。ええ、傘を持って行った方がいいでしょうか？その方がいいかもしれませんね。 の方が、からですか会話例。犬と猫とでは、どちらが好きですかうーん、犬の方が好きです。そうですか。頭がいいからですかの方が、からですか会話例。 犬と猫とではどちらが好きですかうーん犬の方が好きですそうですか頭がいいからですかでもんじゃないでしょうか会話例漢字 もっと勉強した方がいいですよ。でも、いくら勉強しても覚えられないんです。うん、もっといい勉強方法があるんじゃないでしょうか。でも、んじゃないでしょうか。会話例漢字、もっと勉強した方がいいですよ。 でもいくら勉強しても覚えられないんですうーんもっといい勉強方法があるんじゃないでしょうか「手」「くらい」はない「会話」例1」 王さん、毎日四時間も勉強してるらしいですよ。ええー、国立大学に入りたいんですって。へえ。王さんくらい、よく勉強する人はいませんね。会話例2、二。王さん、毎日四時間も勉強してるらしいですよ。へえ。王さんくらい、よく勉強する人はいませんね。ええー。 国立大学に入りたいんですって。って、くらい、はない。会話例一。王さん、毎日四時間も勉強してるらしいですよ。ええー、国立大学に入りたいんですって。へえ、王さんくらい、 よく勉強する人はいませんね。会話例2王さん、毎日4時間も勉強してるらしいですよ。へえ、王さんくらいよく勉強する人はいませんね。ええ、国立大学に入りたいんですって。 「なんて」とか「とか」会話例お寿司でも食べに行きませんかえー、お寿司なんて高いから行けませんじゃあラーメンとかうどんとかはどうですか?「なんて」とか「とか」 会話例お寿司でも食べに行きませんかえぇ、ー、お寿司なんて高いから行けません。じゃあ、ラーメンとかうどんとかはどうですか通りによって会話例 あの美容院へ行ったんですよね。どうでしたか木村さんが言ってた通り、上手でした。よかったですね。でも美容師によって違うらしいですよ。通りによって会話例あの美容院へ行ったんですよね。どうでしたか 木村さんが言ってた通り、上手でした。よかったですね。でも、美容師によって違うらしいですよ。おかげからこそ。会話例テスト、どうでしたか 田中さんが教えてくれたおかげで、90点も取れたんです。よかったですね。でも、りんさんが頑張ったからこそ、よくできたんですよ。おかげからこそ会話例テスト、どうでしたか田中さんが教えてくれたおかげで、90点も取れたんです。 よかったですね。でもりんさんががんばったからこそよくできたんですよことにしたといえば会話例卒業したらどうするかもう決めましたかええ大学に行くことにしました。 そうですがんばってくださいねああ大学といえばこの近くに新しい大学ができるそうですよことにしたといえば会話例卒業したらどうするかもう決めましたかええ大学に行くことにしました。 そうですか。頑張ってくださいね。ああ、大学といえば、この近くに新しい大学ができるそうですよ。金ない。うちに。会話例1。1> 佐藤さん、 お酒弱いのに、ずいぶん飲んでますね。ええ、あれ以上飲んだら、倒れかねませんね。大変なことにならないうちに、止めましょう。会話例二。佐藤さん、お酒弱いのに、ずいぶん飲んでますね。大変なことにならないうちに、止めましょう。ええ、あれ以上飲んだら、 倒れかねませんからね。かねない。うちに。会話例。一。佐藤さん、お酒弱いのに、ずいぶん飲んでますね。ええ。あれ以上飲んだら、倒れかねませんね。大変なことにならないうちに、止めましょう。 会話例2佐藤さん、お酒弱いのにずいぶん飲んでますね大変なことにならないうちに止めましょうええあれ以上飲んだら倒れかねませんからね「旅にさえ」 会話例私の車、また壊れたんです。えぇ、ー、またですか壊れるたびに、修理代がかかるから大変ですね。ええー、お金さえあれば、新車が買えるんですが。たびにさえば会話例 私の車、また壊れたんです。えー、またですか壊れるたびに修理代がかかるから大変ですね。えー、お金さえあれば新車が買えるんですが。が、きっかけ。というわけ。 会話例どうしてジョギングを始めたんですか医者に太りすぎだって言われたのがきっかけなんですつまり少し痩せなきゃいけないというわけですねがきっかけというわけ会話例どうしてジョギングをめたんですか ジョギングを始めたんですか医者に太りすぎだって言われたのがきっかけなんですつまり少し痩せなきゃいけないというわけですねだけにことに会話例先週の日曜日に。 シーランドへ行ってきたんですよ。へえ、休日だけに、すごい人だったんじゃないですかそれが、驚いたことに、ついてたんですよ。だけに、ことに、会話例。先週の日曜日に、シーランドへ行ってきたんですよ。へえ、休日だけに、 すごい人だったんじゃないですか。それが、驚いたことについてたんですよ。た、ところで、わけにはいかない。会話例、どうして仕事探さないんですか。探したところで、 いい仕事は見つからないでしょうしでももうすぐ子供が生まれるんだから遊んでるわけにはいかないんじゃないですか <noise> たところでわけにはいかない会話例どうして仕事を探ささないんですか探したところで、 いい仕事は見つからないでしょうしでももうすぐ子供が生まれるんだから遊んでるわけにはいかないんじゃないですかくせにからといって必ずしもわけではない会話例 サムさんに引っ越し手伝ってもらおうかと思っているんだけどサムさん体が大きいくせに全然力がないんですよへえ体が大きいからといって必ずしも力があるわけではないんですねくせにからといって必ずしもわけではない。 会話例？サムさんに引っ越し手伝ってもらおうかと思っているんだけど。サムさん体が大きいくせに全然力がないんですよ。へえ、体が大きいからといって、必ずしも力があるわけではないんですね。 からするとのことだから会話例1あ佐藤さんだどこへ行くんでしょうあの荷物からするとまた海外旅行でしょうかええマリンスポーツの好きな佐藤さんのことだからハワイへでも行くのかもしれませんね会話例2 佐藤さんんだ。どこへ行くんでしょうマリンスポーツの好きな佐藤さんのことだからまた海に行くのかもしれませんねええあの荷物からすると海外旅行じゃないでしょうか「からすると」のことだから会話例一。あ、佐藤さんだ。 どこへ行くんでしょう。あの荷物からすると、また海外旅行でしょうか。ええ、マリンスポーツの好きな佐藤さんのことだから、ハワイへでも行くのかもしれませんね。会話例2あ、佐藤さんだ。どこへ行くんでしょう。マリンスポーツの好きな佐藤さんのことだから、また海に行くのかもしれませんね。 ええ、あの荷物からすると海外旅行じゃないでしょうか。用がない。しかない。会話例サムさんにゴミの出し方、説明してくれましたかいや、サムさんは日本語がわからないから。 説明しようがないんですよ。じゃあ、誰か英語が話せる人に頼むしかないですね。用がない。しかない。会話例。サムさんにゴミの出し方、説明してくれましたかいや、サムさんは日本語がわからないから、説明しようがないんですよ。 じゃあ誰か英語が話せる人に頼むしかないですね <noise> ないことはないどころかさえない会話例ああ新車欲しいな。 でも、田中さん、買えないことはないんじゃないですかいや、私の給料じゃ、新車どころか、中古車さえ買えませんよ。ないことはない。どころか、さえ、ない。会話例。ああ、新車、欲しいな。 でも田中さん買えないことはないんじゃないですかいや私の給料じゃ新車どころか中古車さえ買えませんよ「べき」「以上、会話例え一日… 1>, 1時間しか勉強しないんですかええ。やっぱり、もっと勉強するべきでしょうかそうですね。大学へ行くと決めた以上、頑張った方がいいんじゃないでしょうか。べき、以上、会話例 1> え ?1 日… 1> 1時間ししかか勉強しないんですかええやっぱりもっと勉強するべきでしょうかそうですね大学へ行くと決めた以上、頑張ったほうがいいんじゃないでしょうか次第にしろにしろ 会話例今度の日曜日、うちへ遊びに来ませんか?うーん」うん行きたいんですけどアルバイトの終わる時間次第ですねそうですかじゃあ来られるにしろ来られないにしろ電話してくださいね「次第にしろにしろ」にしろ 会話例。今度の日曜日、うちへ遊びに来ませんかうーん、行きたいんですけど、アルバイトの終わる時間次第ですね。そうですか。じゃあ、来られるにしろ、来られないにしろ、電話してくださいね。 さすがにだけあって、それにしても。会話例？木村さんの料理はいつも美味しいですね。ええ、さすがに料理学校に通ってただけあって上手ですね。ええ、それにしても美味しいですね。これならレストランが開けますよ。 さすがにだけあって、それにしても。会話例？木村さんの料理はいつも美味しいですね。ええ、さすがに料理学校に通ってただけあって上手ですね。ええ、それにしても美味しいですね。これならレストランが開けますよ。 「た」かと思ったらわりには会話例ホセさんアルバイトをまた変えたそうですねええ始めたかと思ったらもうやめたんですねお金がないって言ってるわりには続きませんね「た」かと思ったら。 わりには会話例。ホセさんアルバイトをまた変えたそうですねええ始めたかと思ったらもうやめたんですねお金がないって言ってるわりには続きませんね2決まっている。 限り「会話例今度のテスト簡単だといいですねいや厳しい松本先生のテストだから難しいに決まってますようーんよほど勉強しない限りいい点は取れませんね「2決まっている」「限り」 会話例今度のテスト、簡単だといいですね。いや厳しい松本先生のテストだから難しいに決まってますようーんよほど勉強しない限りいい点は取れませんね。 ないことにはない。ならともかく。会話例1。1> 土曜日の飲み会、店を予約した方がいいでしょうかええ。予約しないことには、週末は入れないかもしれませんよ。そうですね。平日ならともかく、週末は予約が必要ですね。会話例 土曜日の飲み会、店を予約した方がいいでしょうか。ええ。平日ならともかく、週末は予約が必要じゃないですか。そうですね。予約しないことには入れないかもしれませんね。ないことにはない。ならともかく。 会話例1土曜日の飲み会、店を予約した方がいいでしょうかええ。予約しないことには、週末は入れないかもしれませんよ。そうですね。平日ならともかく、週末は予約が必要ですね。会会、話例2土曜日の飲み会店を予約しした方がいいでしょうか、ええ 平日ならともかく、週末は予約が必要じゃないですか。そうですね。予約しないことには入れないかもしれませんね。物だから、くらい、会話で。遅刻ですよ。 すみません。道が混んでたものですから。遅れるって電話くらいしてくださいよ。ものだからくらい会話で遅刻ですよ。すみません。道が混んでたものですから。遅れるって電話くらいしてくださいよ。 に「できない」ことになっている会話例いつ寮を出るか決まりましたかいや引っ越し先がまだ決まってないから出るに出られないんですでもこの寮は1年しかいられないことになってるんでしょう「2 <noise> にできない」 ことになっている。会話例いつ寮を出るか決まりましたかいや、引っ越し先がまだ決まってないから、出るに出られないんです。でも、この寮は1年しかいられないことになってるんでしょう いいというものではない。ば、いいというものでもない。なり、なり。会話例1ホセさん、いくら勉強しても日本語が上手にならないって言ってましたよ。ただ、勉強すればいいというものでもないですよね。ええ、やっぱり日本人の友達を作るなり、アルバイトするなりした方が、 いいですよね会話例2ホセさんいくら勉強しても日本語が上手にならないって言ってましたよやっぱり日本人の友達を作るなりアルバイトするなりした方がいいですよねええただ勉強すればいいというものでもないですよね ば、いいというものではない。ば、いいというものでもない。なり、なり。会話例一。ホセさん、いくら勉強しても日本語が上手にならないって言ってましたよ。ただ、勉強すればいいというものでもないですよね。ええ。やっぱり日本人の友達を作るなり、 アルバイトするなりした方がいいですよね。会話例2ホセさん、いくら勉強しても日本語が上手にならないって言ってましたよ。やっぱり日本人の友達を作るなり、アルバイトするなりした方がいいですよね。ええ、ただ勉強すればいいというものでもないですよね。 わけがないば、いいものを会話例一。1> 佐1ささんせきがとまらないって言ってましたよまいにちたばこをふたはこもすってるんだからとまるわけがないですよねそうですねたばこをやめればいいものを会話例れい2ささんせきがとまらないってってました 言ってましたよ。タバコをやめればいいもの。そうですね。毎日二箱も吸ってるんだから。止まるわけがないですよね。わけがない。ば、いいものを。会話例一。佐藤さん。咳が止まらないって言ってましたよ。 毎日タバコを2箱も吸ってるんだから、止まるわけがないですよね。そうですね。タバコをやめればいいもの会話例2。佐藤さん咳が止まらないって言ってましたよ。タバコをやめればいいものそうですね。毎日2泊も吸ってるんだから、止まるわけがないですよね。 つつずにはいられない。会話例1。タバコってなかなかやめられませんよね。ええ、体に悪いと思いつつつい吸ってしまって。他の人が吸ってると吸わずにはいられないんですよね。会話例2。タバコってなかなかやめられませんよね。 他の人が吸ってると吸わずにはいられないんですよねええ体に悪いと思いつつつい吸ってしまってつつ図にはいられない会話例1タバコってなかなかやめられませんよねええ体に悪いと思いつつ つい吸ってしまって。他の人が吸ってると、吸わずにはいられないんですよね。会話例2タバコってなかなかやめられませんよね。他の人が吸ってると、吸わずにはいられないんですよね。ええ。体に悪いと思いつつ、つい吸ってしまって。 nếu các bạn thấy hữu ích hãy subscribe kênh ủng hộ bọn mình nhé